た。坊やが泣くもんで、隣に気兼ねでね。そう。坊や、ダメでしょ。パパ困らせちゃう。あんたご飯は？まだだ。汁の分が余ってたから、夜は炊かなかったよ。そう。じゃあそこであったかいものも食べていきましょうか。出てるのね。ないわ。ここしばらくバスも飲んでないもんね。いや、もう筋に抵抗力ができて、飲んでも効くかどうかわからないんだよ。とにかく明日パス買うわ。あれ1,200〜1,300円ぐらいだったわね。もういいんだよ、無理しなくったって。だって私たちにできることって言ったらそれくらいのことしかないもの。今じゃ入院することも転院することもできるわけじゃないんだから、やれるだけのことはやってみるのよ。お待ちどうさま。さん、うん、わしと一緒に行政整理でクビになった山田君さ。ああ、あの綺麗な奥さん、うん、やっぱり結核でね、清瀬の療養所に入院してたんだが、もうダメだってさ。今日お店の夢子さんね、あの人の息子さんお店訪ねてきたわ。おー、梅子さん慌てちゃってね。でもとってもいい息子さんだったわ。うん、坊やもじきにあんなになるわ。坊やがこんな可愛くなっちゃもう親子心事もできないわね。ママって言うんですもの。今にあの時死ななくてよかったと思うようになるわよ。うまいね。ここのそばうまいよ。